リダは、中華人民共和国、湖北省武漢出身の元女子、プロテニス選手。自己最高ランキングは、シングルス2位。WPA ツアーで、キャリア通算シングルス9勝、ダブルス2勝を挙げた。右利き、バックハンドストロークは、両手打ち。身長172センチメートル、体重65キログラム。アジア出身選手初のグランドスラムシングルス。 優勝者であり、アジア出身選手初のグランドスラムシングルス、決勝進出者、中国人選手初の WTA ツアー優勝者でも、ある。グランドスラム優勝2回、準優勝2回、WTA ファイナルズ準優勝。5歳で身長が120センチメートルあったリーダーは、6歳で、バドミントンを始めた。しかし、バドミントンに必要な手首の可動域と手首の力が、 なく、必要以上に腕に力が入ったフォームだったため、目立った成績を残せずにいた。9歳の時に練習場を偶然通りかかった、私立テニススクールのコーチが、手首が固く腕力が強いリーダーに目を止めた。コーチはバドミントンで鍛えられたリーダーの素早い、フットワークも気に入り、3ヶ月間テニスを試してもらいたいと申し出て、リーダーの家族の合意を得た。 テニスを始めたリダはすぐに頭角を表し、バドミントンに戻ることはなかった。幼い頃のこの転職について、リダは次のように語っている。私はバドミントンのコーチに君の打ち方はテニスプレイヤーに似ていると言われ、少しだけ試すつもりでテニスを始めた1999年にプロ入りし、その年から女子テニス国別対抗戦。 フェドカップの中国代表選手となったが、2002年7月にワールドグループ、プレーオフでロシアに5戦全敗で敗れた後、しばらくテニスから遠ざかった時期があった。当時のコーチが自身の出世欲からリダに罵声を浴びせ続けたため、リダの心はボロボロの状態になった。そのため、リダはすでに中国国内ではトッププレイヤーではあったが、 怪我を口実に20歳の時にラケットを置いた。しかしその2年後、平凡な大学生活を送るリダに国家の方から代表に戻る打診があった。その4年後に北京五輪を控えていたからである。2003年は全くプレーしなかったが、2004年5月に復帰してから急成長を始める。同年10月、リダは予選選手の身分で、 公州国際女子オープンに参加し、決勝戦で、スロバキアのマルチナスーハニ六から三、六から四で勝ち、初めて、WTA ツアーのシングルス優勝のトロフィーをあげた。これは、女子中国人選手として、史上初の WTA ツアーの、シングルス優勝であった。リダは2005年の全豪オープンで四大大会に、デビューし、第四シードのロシアのマリアシアラポアとの三回戦まで、 進出した。二度目の四大大会出場だった全米オープンでは、一回戦で、第二シードのアメリカのリンゼー・ガベンポートと対戦するも、敗れた。2006年に入ると、リーダーもさらに目覚ましい躍進を遂げ、WTA ツアー大会でも上位に進出する、トーナメントが増えた。全仏オープンでは、初出場で三回戦に進出し、準優勝者となった。 ロシアのスベトラーナ・クズネツォワと対戦して敗れたが、ウィンブルドンでは3回戦で、そのクズネツォワを3から6、6から2、6から3の逆転で破り、続く4回戦では、全仏でベスト4に入りした、チェコの17歳、ニコル・バイディソバに4から6、6から1、6から3で勝ち、女子中国選手として、史上初のウィンブルドン8強進出を果たした。なお、 それまでの中国選手の4大大会シングルス成績は、テイ・キヨシが2年前の2004年全仏オープンで4回戦進出を記録したが、リーダーはそのテイ・キヨシを上回るベスト8をテニスの聖地ウィンブルドンで実現させた。初舞台となった準々決勝ではセンターコートでベルギーのキム・クライシュ・テルスと対戦したが4から6、5から7で敗れた。 ウィンブルドン選手権の後、7月15日から16日にかけて女子テニス国別対抗戦、フェドカップのワールドグループプレイオフが中国の首都北京で開かれ、中国はドイツに4勝1敗で勝利して2007年度のワールドグループ出場権を獲得した。リダもシングルス2試合に勝利を収め、中国にとって初めてのワールドグループ進出に大きく貢献した。 全米オープンでは4回戦まで勝ち進んだが、第3シードで、ロシアのシャラポワに4の6、2から6で敗れた。2007年全豪オープンで、リダは4回戦で、第6シードのマルチナ・ヒンギスと対戦したが6から4、3から6、0から6で逆転負けした。リダは、その後、胃腸の病気や、右肋骨の疲労骨折を患い6月以後の試合に、出場できなくなることがあった。 2008年1月、リダは半年ぶりの復帰戦となるオーストラリアゴールドコースト大会の決勝でベラルーシのビクトリア・ザレンカを4から6、6から3、6から4で破り4年ぶりのツアー2勝目を挙げた8月の北京五輪ではリダも女子シングルスのベスト4に進出した準決勝でロシアのディナラ・サフィナに敗れたリダは準決勝敗退選手2名による 銅メダル決定戦でも、ロシアのベラ・ズボナレワと対戦して0から6、5から7で敗れ、地元選手としての銅メダルを逃した。この後全米オープンでも2年ぶり2度目の4回戦に進み、第5シードで、ロシアのエレーナ・デメンチェワに4から6、1から6で敗れた。2009年は、全米オープンで初のベスト8進出があり、中国人選手としての、 全米オープンシングルス最高成績を出した。2006年ウィンブルドン以来となる、準々決勝の舞台では、ベルギーのクライシュテルスに2の6、4から6で敗れ、ベスト4、入りを逃した。2010年の全豪オープンでは、リバとテイキヨシの2人が、女子シングルスのベスト4に入った。シングルスでのベスト4は、中国では、史上初、アジア全体でも、 伊達・きみこ以来史上二人目だった。リダは四回戦で第四シードのデンマークのキャロライン、ウォズニアッキ、準々決勝で第六シードのアメリカのビーナス・ウィリアムズを連覇して勝ち進むも、初進出の準決勝で第一シードのアメリカのセリーナ・ウィリアムズに6から7、6から7で敗れた。なお、鄭イ・も準決勝でベルギーのジュスティーヌ・エナンに敗れたため、中国勢初の四。 大体会女子シングルス決勝進出はならなかった。2011年のメディバンク国際で、クライシュテルスを7-6-6-3で勝利して、ツアー4勝目を挙げた。2011年全豪オープンでは準決勝で、世界ランキング1位のウォズニアッキを3-6-7-5-6-3で破り、アジア全体でも史上初となる女子シングルス決勝進出を果たしたがクライシュテルスに6から3。 3から6、3から6で敗れ優勝はならなかった。2011年全仏オープンで、リダは全豪に引き続き決勝に進出する。決勝では前年優勝者のフランチェスカ・スキア・ボーネに、6-4、7-6で勝利し、4大大会初優勝を果たした。大会後のランキングで、リダは自己最高の4位に上がった。2012年は、 シドニー大会で2年連続の決勝に進出したが、ベラルーシのアザレンカに26、61、36で敗れ連覇を逃した。全豪オープンでは4回戦で、昨年の決勝で敗れたクライシテルスに、第2セットで4本あった、マッチポイントを逃し、64、67、46で敗れた。連覇を目指した全仏オープンでは4回戦で、予選勝ち上がりのヤロソラワシュエドワニ6から3。 2から6、0から6で敗れた。8月の新シシティ大会でドイツのアンゲリック・ケルバーを16、63、61で破り、2011年前仏以来のシングルスツアー6勝目を挙げた。2013年は開幕戦の新戦オープンで優勝し、全豪オープンでは2年ぶりの決勝に進出したが、ベラルーシのアザレンカに6の4、4から6、3から6で敗れ、 準優勝に終わった。最終戦の WTA ツアー選手権では初めて決勝に進出したが、セリーナ・ウィリアムズにフルセットで敗れた。この結果、リダは翌週の世界ランキングで3位となり、クルムダ・テキミコと共に記録していたアジア人の WTA ランキング最高位を更新した。二千十四年一月十五日、リダは全豪オープンの決勝に進出し、 スロバキアのドミニカチブルコバをストレートで下し初優勝した。この優勝の時点でリーダーは31歳11ヶ月であった。これは1973年に30歳で全豪を制したマーガレット・コートの記録を抜いての最年長記録となった。2014年2月17日付のランキングで自己最高の2位を記録している。二千十四年九月十九日、リーダーは 膝の手術からの回復が思わしくないことなどから引退を表明した。リダはこれまで3度右膝の手術を行っていたが、2014年7月には、左膝の手術を行っていた。9月にリダの出身地である武漢で開催される武漢オープンへの出場を目指していたが、リダは32歳という年齢もあり、以前のような状態まで回復させるのは、 難しいと判断したため引退を決断した。2014年9月15日付のシングルスでノリダの世界ランキングは6位であった。リダは2019年に国際テニス連動入りを果たした。リダは2006年1月に中国のデビスカップ代表だった京山と結婚し、左胸にバラのハートのタトゥーを入れている。リダの夫はコーチを務めていたが、2011年、 前半の成績不振を理由に解任した。2012年シーズンからは再び、コーチを務めていたが、8月からジュスティーヌ・エナンのコーチの、カルロス・ロドリゲスを招聘した。2015年6月第一子の長女を出産した。2016年12月23日夜、長男を出産した。W イコール優勝、F イコール準優勝、SF イコールベスト4、QF イコールベスト8。 R イコール回戦敗退、RR イコールラウン敗退、Q イコール予選回戦敗退、LQ イコール予選敗退、A イコール大会不参加、P イコール開催延期 WG イコールデビス、Z イコールデビス地域ゾーン、PO イコールデビス、G イコールオリンピック金メダル、S イコールオリンピック銀メダル、SF、B イコールオリンピック銅メダル、NMS イコールマスターズシリーズから降格。 NH イコール開催なし。ありがとうございます。